シャーマンキング再びアニメ化、ゾウさん踏みつけってダダーン、 N 子だよ。皆さんはシャーマンキングという作品をご存知ですか？2001年に一度アニメ化され、20年近く前の作品ということもあって、私はちょっと世代から外れてはいるんですが、当時原作漫画自体が連載途中だったので物語の最後まで描かれなかったんですよね。しかし今年2021年、シャーマンキング再びアニメ化、 Netflix でも配信中です。ファンにとってはもう待ちに待った映像化ですよね。もちろん第1話からの映像化なので、2001年のアニメ版を見ていない、原作漫画も読んでいないという人も大丈夫です。1からシャーマンキングを楽しめる絶好のチャンスですよ。昔からファンだという人はもちろん、これから初めて見る人も一緒にシャーマンキングを楽しみましょう。それでは憑依合体、まずは本作のあらすじを紹介します。神羅学園中等部に通う少年小山田万太は、ある日の帰宅途中、墓場で幽霊と戯れる少年に出会います。少年の名前は朝倉陽。陽は神や霊と交流することができるもの、シャーマン。陽はシャーマンの頂点に君臨するシャーマンキングを目指すため、500年に一度開催されるシャーマンファイトに参加するため上京してきたのです。陽とマンタは友達となり、シャーマンキングをめぐる戦いの中で出会った仲間たちと共に成長していく物語です。幽霊などもたくさん出てくるので、ホラー作品と思うかもしれませんが、努力あり、友情あり、勝利ありの王道とも言える少年漫画の展開にもう胸熱です。はい、ということでシャーマンキングの特徴的な部分なんですけども、まあ、もちろんその王道的な熱いバトル展開、そのシャーマンキングを目指すためにシャーマンたちが一堂に集まって戦いをするところももちろん熱いんですけども、物語の終盤になってくると、どん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 ちょっとシリアスな展開もあったりして、まあ大人の皆さんでも楽しめる作品なんじゃないかなって思います。陽くんたちと一緒に成長していく物語でもありますね。いろんな本当にシャーマンとそのパートナーの霊が出てくるんですけども、それぞれの背景だったり個性だったり、シャーマンキングになるための目的が違ったりもするので、どのキャラクターにも感情移入しやすいですし、まあ負けた時だったりもすごく悲しい気持ちになったりします。うん、なのでそういうところがシャーマンキングの魅力でもありますし、まあ一番の特徴としてパートナーの霊と融合して戦うっていうところなんですけど、今までその霊に取り憑かれるっていうような表現だったりして、なんか霊はちょっと怖いイメージがあったんですけど、このシャーマンキングを通して、まあ霊をちょっと優しい目で見れるきっかけになる作品なんじゃないかなって思いました。でもし自分がオーバーソウルをするなら、そうですね、と一瞬なんか宮本武蔵とか考えたんですけど、やっぱり私動物が好きなので、 N 子がオーバーソウルをするなら、どこかの国の動物と会話ができる霊とオーバーソウルして、ゾウさんに乗ってゾウさん踏みつけってバンバン敵を倒してシャーマンキングを目指したいです。ここで N 子の注目ポイント、本作の魅力は何といってもキャラクター、そしてキャラクターに命を吹き込んでくれている声優の皆さんですよね。実はリニューアルされたシャーマンキングですが、多くのメインキャラクターが2001年版のアニメシャーマンキングで担当された声優さんがそのままキャスティングされています。例えば陽の婚約者で本作のヒロインである京山アンナは林原めぐみさん、陽のパートナーであり持ち霊である阿弥陀丸は
小西克幸さん、亮の親友である小山田万太は犬山犬子さん、ラスボス的存在であるハオは高山みなみさん、などなどなど、2001年版アニメを見ていた人からすると懐かしい、初見の人は豪華と思うような声優さんたちがずらりです。海外の方はぜひ日本語版も見てほしい作品です。20年の時を経ても色褪せないどころか、ますます磨きのかかった声優さんたちの活躍にも注目です。そしてもう一つ N 子の注目ポイント、オープニングとエンディングの曲にも注目。2001年版アニメから引き続き、オープニングテーマエンディングテーマともに京山アンナ役の林原めぐみさんが担当。しかもオープニングテーマであるソウルサルベーションは2001年版アニメのオープニングのオーバーソウルと同じく高橋豪さんの楽曲となっています。オーバーソウルは劇中挿入歌として使われているので、生粋のシャーマンキングファンにはたまらないですよね。さらにエンディングの僕の指先は林原めぐみさんがあえてボーカロイドのように歌った楽曲になっています。私も初めて聞いた時は、え、これはボーカロイドってなって、思わずシャーマンキングエンディングボカロと検索してしまいました。声優さんの演技力にはいつも驚かされますが、歌もこんな風にできるなんてもはや感動です。 Netflix にはオープニングエンディングのスキップ機能がありますが、この作品はスキップせず聞いてほしいです。さてシャーマンキングについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんと一緒にシャーマンキングを楽しみたいと思っています。そして感想などぜひコメントしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。